小田急5万系電車は2005年から小田急電鉄が運用している特急用車両である。小田急のフラッグシップモデルとして位置付けられ、箱根方面への特急ロマンスカーに使用されていた非接車の置き換えとともに箱根の魅力向上と活性化。さらには小田急ロマンスカーブランドの復権を目的として登場した。デザインや設計を全面的に見直し、 最新技術などを取り入れるとともに、過去に小田急で試験を行っていながら採用されていなかった技術も採用され、旅客設備についても最高のものを目指した。客室内の様式から、ボルトスーパーエクスプレスという愛称が設定され、2005年には、照明学会より、照明普及賞優秀施設賞を、同年度には、日本産業デザイン振興会より、 グッドデザイン賞を2006年には鉄道友の会よりブルーリボン賞を2006年度に香港デザインセンターよりアジアデザイン大賞を2007年にはドイツハノーファー工業デザイン協会より IF デザイン賞を受賞した小田急では編成表記の際には新宿より先頭車両の車両番号量数という表記を使用しているため香港もそれに倣い 特定の編成を表記する際には、5万20のように表記する。また、初代3000型は、SE 車、3100型はアンセ車、安世社、7000型は、LSE 社、1万型は、非世社、2万型は、巣社、3万型は、エグゼ社、本形式5万型は、VSE 社、箱根登山鉄道箱根湯本駅へ乗り入れる特急列車については、箱根特急。 小田原方面に向かって右側を山側、左側を海側と表記する。元来、小田急ロマンスカーは箱根への観光客輸送を目的として設定されており、1966年6月1日から設定された途中駅に停車する特急も元来は 沿線在住の箱根観光客を対象としていた。しかし、1990年代に入ると、バブル崩壊後の景気低迷や旅行形態の変化、レジャーの多様化などもあって、箱根特急の利用者数は年間5%程度の減少傾向が続き、その一方で観光客以外の日常利用が増加するなど、小田急ロマンスカーの乗客層には変化が生じていた。 これに対応して、安世車を代替する特急車両として、箱根特急の利用者減少を、日常的な目的での特急利用者を増加させることで補う意図から1996年にエグゼ車を導入していたが、エグゼ車ではそれまでの小田急ロマンスカーの特徴だった。全面展望席も、連接構造も導入しなかった。ところが、 特急の年間利用者数は1987年時点では1100万人だったものが2003年には1400万人に増加した一方で箱根特急の利用者数は大幅に減少した箱根を訪れる観光客も1991年の年間2250万人をピークとして減少傾向ではあったが2003年時点では 年間1970万人とピーク時と比較すると約15%程度の減少率なのに対し、箱根特急の利用者数は1987年時点では年間550万人だったものが2003年時点では年間300万人と約45%も減少していた。つまり、箱根を訪れる観光客の減少以上に箱根特急の利用者数は減少していた。 2001年に入り、小田急では、ロマンスカーに期待されている事柄を調べるため、市場調査を行った。その結果、ロマンスカーの利用を検討したいと回答した人の多くは、その理由として展望席を挙げていた。つまり、エグゼ社には、小田急ロマンスカーのイメージとされた展望席が存在しなかったため、自家用車を中心とした別の交通手段に転移していたと考えられた。 現実に家族旅行で箱根特急を利用する際にエグゼ社を見た子供からこんなのはロマンスカーじゃないと言われてしまうことがたびたび発生した。その一方、2001年に東日本旅客鉄道が湘南新宿ラインの運行を開始し、2004年からは増発され新宿から小田原までの所要時間も小田急ロマンスカーとあまり変わらなくなった。 箱根への交通手段は必ずしもロマンスカーでなくても良いという状況になっていた。こうした状況から小田急ではロマンスカーのイメージが展望席のある車両であると再認識し、2002年にはロマンスカーの看板車両として広告ポスターなどに登場する車両を展望席のある非接車に変更していた。ところが二千年に制定された交通バリアフリー法では、 大規模な更新の際にはバリアフリー化が義務付けられていたが更新を検討する時期となっていた。施社では高床構造であることからバリアフリー対応が困難とみられた。すでに2001年には新しい特急車両の検討が開始されていたが、施社は更新改造を行うことなく新型特急車両によって置き換える方向性が2002年に決定した。 新型特急車両の製造にあたり、今までの小田急ロマンスカーのイメージから全く離れた車両を作るか、小田急ロマンスカーの原点に立ち返って、ロマンスカーの中のロマンスカーとするかという選択肢があったが、最終的には、後者の方向性で進められることになった。設計に際しては、どこにもない車両を目指して、各社の特急車両を視察などもした。さらに、 SE 社とアンセ社の製造時の資料や技術を参考に、した結果、他社の車両と比較した、小田急の財産や武器として挙げられた技術は、エグゼ社では採用されていなかった、連接構造であった。新型特急車両では、乗り心地の向上のためには不可欠なものとして、連接構造が採用されることになった。非接車が登場した後の百九十一年、小田急では、 五殿場線直通特急用として、ス社を搭乗させていたが、乗り入れ先の東海旅客鉄道では371系電車を直通用として製造していた。この371系は、プロのデザイナーによる車体デザインで、小田急の関係者は衝撃を持って受け止めたという。エグゼ社でも、設計の際には外部のグラフィックデザイナーを起用していたが、ス社の教訓から、 新型特急車両では、デザインや設計を全面的に見直し、社外のデザイナーを起用することになった。日本国外のデザイナーも考えたが、電車で1時間ちょっとで行ける場所への一泊二日、旅行を理解できるのは、日本人しかいないという理由により、日本人デザイナーに依頼することになった。さらに、これまでにない車両を作るという観点から、 鉄道車両を手掛けたことのないデザイナーが望ましいと考えられた。小田急では外部デザイナーへの依頼にあたって全面展望席を設置すること、連接式を採用すること、ときめきを与える車両の3点を条件とした。これに対し、総合的なデザインをしたい沿線風景の中でどのような存在となるかを考え、 技術面を含めて全てデザインしたいと回答したのが岡部則明であった。小田急では、車内の居住性については、他のデザイナーより理解が深く、沿線の景観もデザインすることができると考え、新型特急車両のデザインを岡部に依頼することにした。岡部にとっては、鉄道車両のデザインは初めてであるが、岡部は建造物以外にも、フィアットのコンセプトカーのデザインや、 大型客船の設計など、交通機関のデザインの経験もあったため、これも小田急が岡部を起用する理由の後押しになったという。岡部が新型特急車両に対して最初にイメージしたのは全長が約150メートルのオブジェであったという。新型特急車両の製造は日本車両製造が行うことになったが、小田急では 日本車両に対して岡部の提案は可能な限り実現してほしいと依頼し、岡部はロマンスカーに何度も乗車した上で、小田急と日本車両に対して様々な提案や要求を行った。例えば、それまでの安セ車、LSE 車、非世車では11両連接車であったが、岡部は左右対称にした方が安定感が増すという理由によって、 車両数を偶数にすることを提案した。重量連接車の構想自体はすでに安静車、開発時にもあり、軸重制限の関係から11両連接車になったという経緯があったが、工述するように車体の軽量化を図ることで実現することになった。また、小田急では1960年代から1970年代にかけて3回にわたって、 車体傾斜制御の試験を行っていた。1961年にデユニ0 0系の旧車体を活用して行った空気バネ式自然振り子車は、高一空気バネ指示方式の連接台車を装備しており、日本で初めての車体傾斜制御試験であったが、振り遅れの問題があった。1962年にはデニセン101を使用して、油圧式強制振り子車の試験が行われたが、 クエル政府の問題があった。1970年には区派1658を使用して空気バネ式強制振り子車の試験が行われ、車体傾斜による乗り心地向上効果は確認できたものの、当時の技術水準では曲線への侵入を正確に検知することが困難であった。このほか、1967年には廃車となった車両を利用して、 ソーダ車の試験も行われていた。当時は通勤輸送力の増強に注力しなければならなかったこともあり、実用化は見送られていた。しかし、技術的な問題については、その後の電子技術の発展等に伴い解決されていた。このため、新型特急車両では乗り心地と快適性の向上を狙って、 最新の技術を積極的に導入することとなり、1960年代に試験を行っていた、車体系車制御とソーダ台車も採用することになった。採用に向けた事前確認のため、2003年には LSE 車を使用し、車体系車制御と高一空気バネ台車、ソーダ台車、終電装置の変異について、半年にわたって検証が行われた。こうして、 に編成で35億円を投じた、小田急の新たなフラッグシップモデルとして登場したのが、VSE 車である。VSE 車は重量連接の固定編成で、先頭車が制御電動車、中間車は電動車である。編成及び、形式、車両番号については、端末の編成表を参照のこと。検査時には5号車と6号車の間で分割を行う。 VSE 社は重量連接の固定編成で走行する。戦闘車は、車体長 17,800mm、全長は 18,200mm、中間車は、車体長 13,400mm、全長 13,800mm で、車体幅は 2,800mm である。安セ車、LSE 車、非世車は11両連接車であったが、 左右対称のデザインとするために、岡部は偶数量数にすることを要望した。これを実現するためには、軸重の制約条件をクリアしつつ、車体長を延長する必要があったため、車体はすべてアルミニウム合金製で、展望室部分はシングルスキン構造とし、それ以外の部分は、大枠も含めてすべてダブルスキン構造とした。3号車と8号車では、屋根状に、 終電装置や列車無線アンテナを装備しているが、それ以外の機器はすべて床下に設けたため、3号車と8号車以外では、天井裏には空調装置のダクトと、車内放送のスピーカーしかない。岡部は、側面窓について、当初 8000mm スパンの窓幅を要求した。これは、技術的に不可能であったが、 シミュレーションを行った結果、窓枠の幅は 4000mm まで拡大することができた。それまでの小田急では、前例のなかった広幅の窓とすることによって、連接車の構造上車端部に荷重がかかることになり、設計が難しい部分であったが、窓枠と扉部分については厚さ 40mm の アルミニウム合金製やついたから削り出すことによって必要な車体合成を確保した。こうした工夫によって岡部の要望に応えて重量連接車とすることが可能になった。なお、窓の高さは 700mm としたが3号車、8号車については窓高さを他の車両よりも高くして立ち客の視界を妨げないようにしているほか、岡部の発案によって天窓が設けられている。 戦闘部の形状は運転室を2階に上げて、最前部まで客室とした全面展望構造で3次元曲線で構成された流線形である。戦闘部には格納式連結器を装備し、その全部に標識等装置を設置した。前照灯はディスチャージヘッドランプを採用した。全面のデザインはキャラクター性を持たせないよう考慮し、柔らかい特徴のある形状とした。 床下を覆うカバーとして、先頭部はボルト固定式、それ以外の箇所は掛け金状式の大枠下部を設置したが、これは小田急側の騒音低減のため床下カバーの設置という要望を岡部が受けたものである。側面客用扉は各車両とも一箇所で空気駆動式の片引き式、プラグドアが採用された。有効開口幅は先頭車である1号車、 10号車は 660mm、3号車、8号車については車椅子利用にも対応した 900mm、それ以外の車両については 750mm とした。通常は1号車、10号車の扉は旅客の乗降には使用しない。各扉にはドアチャイムを設置するとともに視覚障害者向けに誘導用チャイムも設置した。1号車、 10号車の連結面側車端部には 610mm 幅の乗務員扉を配置した。車両間の貫通路は 700mm 幅である。塗装デザインはシルキーホワイトを基調にバーミリオン体とグレーの細体を入れたもので、小田急ではバーミリオンストリームと称している。小田急沿線の風景に調和する外観となることを狙ったものだが、オレンジバーミリオンホワイトグレーの3色という。 組み合わせは、結果的に SE 社、アンセ社、LSE 社で使用されている3色と同系色となった。また、側面には、形式名と相性のロゴが入れられているが、後に、小田急の特急車両で登場当時から、形式名と相性のロゴが配されているのは、VSE 社が初めてである。室内は、重空間のように落ち着いた雰囲気で、リビングルームのような、明るいくつろぎ感のある、 移動空間となることを図った。客室天井高さは展望室及び3号車と8号車を除いて 2550mm を確保し、大きな円弧を描くボールと天井とした。これが車両の愛称であるボルトスーパーエクスプレスの由来である。天井板は継ぎ目を極力少なくし、電球色の蛍光灯による間接照明とした。側壁は窓周りがプライウッド。 倉庫はブルーグレーのモケット張りとした。床には青系統のカーペットを敷き詰め、海側の座席の下のみ、波模様を入れたものとした。一般客室の荷物棚下部と側面窓上には電球色の発光ダイオード式直接照明装置を設置した。3号車と8号車では、機器配置の関係で天井高さは 2210mm に抑えられており、 天井の衣装は飾り天井とした上でダウンライトを設置し、さらに岡部の発案によって天窓を設けた。室内妻壁は木目調と白を使い分け、通路上には車内案内表示用に22インチ液晶ディスプレイを設置した。出入台部分は床を石張りとした上で木製の手すりを設置した。座席座席は回転式リクライニングシートを採用。 リクライニングをさせると座面後部が沈み込むアンクルチルトリクライニング機構が採用された。この座席は岡村製作所と天竜工業の共同製作で座席表示は墨絵織物が開発したものを採用した。シートピッチは非正社では 970mm だったものを1.105車の展望席では 1150mm1.105 車の 一般客室では 1010mm、中間車では 1050mm に拡大した。展望室以外の座席については、岡部の提案により窓側に5度の角度をつけて固定される構造とした。これは通路側の座席に座った場合でも窓からの景色が楽しめるように配慮したもので、岡部は当初10度の角度をつけることを考えていたが、かえって落ち着かなかったため5度に設定している。 座席の表地は明るいオレンジ色を基調とし、シートカバーもオレンジ色で VSE と刺繍が入ったものとした。二人掛けの中間部には肘掛けは設置されていない。座席背面はブルーグレーのモケットとし、ハードメープルの格納式テーブルを設置した。8号車の一般客室には車椅子対応座席を設けた。展望席、サルーン列車両端の展望席については、 LSE 社、非世社では、定員が14名であったものを16名に増加させた。また、展望室の座席は、団体利用時に対応し、前方3列を通路側に向けて固定することが可能である。展望席の座席は背もたれを少し低くして、後方からも前方風景を見ることができるように配慮した。3号車の客室は4人、ボックスシートに、 大きなテーブルを設けたセミコンパートメントとし、海側に2室、山側に1室配置した。営業場はサルーンと呼称する。その他客室設備3号車と8号車にはカフェカウンター、男女共用トイレ、男性用トイレ、女性用トイレ、化粧室、喫煙コーナーなどの車内サービス設備を集約して配置した。VSE 社ではかつて行われていた走る、 喫茶室と同様のシートサービスを行うことになり、カフェカウンターは、社内販売のシートサービス拠点となる。カウンター内には、幅広い注文内容に対応できるように、コーヒーマシン、電子レンジビールサーバーエスプレッソマシンなどを装備した、ほか、カフェでの販売促進を意図して、ショーケースを設けた。また、座席での注文から提供までの迅速化のため、 被者以来のオーダーーダエントリーシステムを採用したこれはカフェカウンターに設置したオペレーションマシンと各車両を無線 LAN で接続し各車両で販売員が注文内容をハンディターミナル端末に入力して送信するとカフェカウンターに注文内容が送られるものである男女共用トイレは車椅子にも対応しオストメートやベビーベッドも備えたゆったり トイレとしたほか、洗面所のカーテンは、シースルーカー,ーテンとした。VSE 社では、小田急ロマンスカーでは初めて客室内を、全面禁煙とし、3号車と8号車のカフェカウンターの、ハス向かいに喫煙コーナーを設置した。また、3号車と8号車の室入台には、タッチパネル式表示装置を設けて、箱根の観光案内や、全面展望映像などが表示できるようにした。 8号車の出入台には、車椅子用の可動式ステップを設置した、乗務員室運転席へのはしご。後ろ向きになっている、運転席の座席が見える、運転士が乗務する、乗務員室は、安セ車、LSE 車、非世車と同様に2階に上げた構造で、展望室の天井高さを確保するために運転席は中央に配置し、小田急では初めて速度計などの計器類も、 モニタ画面に表示するグラスコックピット方式とした。運転席正面にはティス画面とバックアップ用の2台の画面を配置し、運転情報画面は右側に、前方と後方を監視するカメラのモニタ画面を左側に設置した。立行、制動を操作するマスターコントローラーのハンドルは左側に設置し、デッドマン装置とそもそも即スイッチはハンドル内に収めた。 運転室への出入りは格納式のはしごを使用するが、はしごは自動的に展開、収納するものとした。運転席の座席は運転手が乗り込む際には後ろ向きになっており、登っていって着座すると、まず回転して前方に向き、さらに軽基板に向かって前進する。訓練運転などで天井の必要がある場合は、運転席の後にもう一人が乗り込むことになっている。 また、運転室の窓がすべて固定化されたことから、後部2カ所に非常用脱出口を設けた。乗務員の頭上空間を確保し、狭い運転室の中でも動きやすくするため、岡部は乗務員の制服も、VSE 社の運転室に合わせた専用の制服を用意することを提案、採用されている。車掌が乗務する乗務員室は、1号車と10号車の連結面よりに設置した。 電装品種電動機については、各電動機の出力分担を低く抑えた上で数を多くするという手法とし、主電動機の回転数を低く抑えて、機械音の低減を図った。採用された、主電動機は、出力 135kW のカゴ形参照、誘導電動機の三菱電機製メガバイト -5110A 型で、回転時の冷却ファン騒音抑制を図る目的で、 冷却方式を全密閉自己通腐式とした低騒音型手電動機で小田急での全密閉式手電動機の採用は初めてである。この手電動機は各電動台車に2台ずつ増加し、編成全体では16台搭載となった。波数比は79、19イコール4.16に設定した。将来の時速 130km 運転の際に、 最高速度で走れる時間を長くする目的で、高速域の加速余力を持たせているほか、箱根登山鉄道線内で使用する、ノッチパターンも実装している。制御装置は、センサレスベクトル制御と真空点最粘着制御を適用した、東芝製のイベット素子にレベル VVVF インバータ、制御装置である、SV 界 -073A0 型を採用。 2.47.9号車に搭載した。SE 車からエグゼ車までの特急車両に引き続き東芝製の採用で1台で4個の電動機の制御を行う方式である。乗り心地向上を図って邪悪制御を行うようにした。駆動装置は SE 車からエグゼ車までの特急車両とは異なり、通勤車と同一の WN ドライブが採用された。制動装置については、 大荷重装置、電空演算機能付け遅れ米方式の電気、指令式電磁直通制度とした。ブレーキ圧力は、ティスを通じて、各車軸ごとに要求されるブレーキ力に応じた制御が行われる方式で、すべての車軸に滑走防止弁を装備した。台車 VSE 車では、乗り心地の向上のために、不可欠なものとして、SE 車から、非接車まで継続して採用されていた。 連接構造を復活させた。ただし、小田急側では、決して連接式をやめたわけではなく、したがって、VSE 車で復活したわけでもないとしている。台車は、電動連接台車が ND-735、付随連接台車が ND-735T、付随先頭台車が ND-736T で、いずれも小田急においては、初の採用となる。 日本車両製造製の積層ゴム軸箱編指示式、ボルスタレス台車である。車輪系は、先頭台車のみ展望室の天井高さを確保するため 762mm、連接台車は 860mm である。編成両端及び中間のみ、付随台車で、それ以外は、電動台車である。電動連接台車 ND-735。 空気バネの位置は、バーミリオンストリームの少し下で、通常の鉄道車両よりも約1メートル高い車体。指示の位置を車両の重心に近い位置とするため、VSE 車では、連接台車について、空気バネによる車体指示位置を通常より約1メートル高い位置とした。この指示方式は、小田急では1961年にデユニセン系の旧車体を活用して行った。 空気バネ式自然振り子車の試験時にも使用されていた方式である。空気バネのバネ定数を確保した上で、車両間に収めるため、台車直上の車体間距離は、非接車が4 0 0、mm、トルであったところ、VSE 車では8 0 0、mm、トルに拡大している。前日の通り、小田急では1967年に自己相打台車の試験を行ったことがあるが、VSE 車では、 曲線走行時の大圧とキシリオンの軽減を図った上で走行安定性の向上を狙う目的で台車操打制御が採用された。これは台車ごと操打制御を行う仕組みで連接台車に車体傾斜制御用のアクチュエーターと台車操打制御用のダンパーを装備し車体の変異に合わせて台車が自己操打する構造となっている。LSE 車を使用して2003年に行われた。 試験では、臨時クソ制御の試験も行われているが、顕著な効果が見られなかったことから採用を見送っている。また、先頭車では、台車の外側のオーバーハング部分にも客席が存在するため、乗り心地の向上のため戦闘台車にフルアクティブ精神用ダンパーを装備し、打行動の大幅な抑制を図った。車体傾斜制御打球では前述の通り数字にわたって、 車体傾斜制御の試験を行っており、その有効性は確認できたものの、曲線侵入検知や、終電装置の変異、さらに、フェールセーフの問題があり、これまで実用化はされていなかった。しかし、これらの問題がその後の電子技術の発展等に、伴い解決されたことから、空気バネ式の車体傾斜制御が、VSE 車で採用されることになった。2003年には、 LSE 車を使用して最大3度の車体傾斜制御と高一空気バネ台車、終電装置の変異について検証が行われ、その結果が VSE 車の設計に反映された。小田急では高一空気バネによる車体傾斜制御と連接台車の組み合わせは世界初としている。VSE 車ではすべての台車に車体傾斜制御用のアクチュエーターを装備し、連接台車は 最大2度、先頭台車は最大1.8度の傾斜を行う。この機構によって曲線走行時の遠心力を示す左右定常加速度は従来の車両では 0.08G だったものが VSE 車では 0.046G にまで減少した。車体傾斜制御の地上位置検知は車軸回転数から計算された走行距離を軌道保守用に設置した地上設備より 地上位置信号を受信して、データデポ装置によって補正するもので、地上設備は、クヤ31、テクノインスペクターで使用しているシステムを採用した。実際の車体傾斜については、曲線に侵入した車両から順に傾斜制御されるが、1号車、2号車と9号車、10号車は、同時に制御される。空調装置、冷房装置については、 3号車と8号車以外は2万3 0 0 0カロリー、H の冷凍能力を有するセパレート式冷房装置の CU231 型を採用した。室内機を出入り台や値上がりに搭載し、室外機は各車両の床下に設置し、2550mm の天井高さを確保した。室内機には出力7 5キロワットの電気ヒーターを2台内蔵しているほか 空調装置内に加湿装置も設けられ、加湿用の水タンクが床下に設置された。編成両端の展望室には4500キロカロリー、エイジの冷凍能力を有するセパレート式冷房装置の CU232 型を採用、室内機を展望席に、室外機は先頭を床下に設置した。室内機には出力4.0キロワットの電気ヒーターを1台。 内蔵している。3号車と8号車では、セミ集中式冷房装置として4 3 0 0カロリー h の冷凍能力を有する CU195G 型を各車両3台搭載した。出力2 5キロワットの電気ヒーターを2台内蔵している。換気装置は全車両に設置し、ディスにより乗車率に応じた制御が行われるようにした。 また、3号車と8号車では喫煙コーナー専用の換気装置も設置した。その他危機器展望室最前部と運転席の外側両脇には監視カメラを設け、運転室に設置した機器に表示させることで、運転視界の資格をカバーすることを図った。展望室最前部のカメラ映像は、3号車と8号車のタッチパネル式表示装置の画面にも送信される。なお、 車内案内表示、タッチパネル式表示装置、カメラ映像はディビオスにより制御される。終電装置は、車体傾斜に対応してスリータの長さを、それまでの 500mm から 750mm に拡大した PT7113D 型、シングルアーム型パンタグラフを採用、3号車と8号車の屋根状に2機搭載した。補助電源装置は、 新変調方式により従来よりも高効率化が図られた出力219馬のイベット素子式の投資場製、静止系インバータを5号車と6号車に搭載した。電動空気圧縮機については交流スクロール式の RC1500 型を1号車、5号車、10号車に搭載した。軽笛については通常の空気部2台目3000.4000。 軽動用の電子笛のほか、SE 車からス社まで設けられていた補助系保温の音色をリニューアルしたミュージックホーンが採用された。ミュージックホーンは3号車と8号車の屋根上に設置されたスピーカーからも流される VSE 車では箱根観光特急として明確な差別化を図るため車両運用は箱根特急に特化したものとした。このため原則として相模、 江ノ島に使用されることはなかったが、2016年3月26日より、平日のホームウェイ一本にも使用され、2018年3月17日より、7000系、LSE700 系、GSE とともに、展望席付き車両として、共通運用となった。スーパーはコネとして走行する、VSE 車、小田急時刻表2009年ダイヤ解成号では、運転日にかかわらず、 VSE 車が使用される列車は以下の列車であった。また、VSE 車による運用となっているが、運転日により列車の車型が変わることがあると注釈が入っている列車は以下の列車であった。2012年3月17日のダイヤ改正からは運用が変更され、平日ダイヤでの運用が一往復増加することになった。小田急時刻表二千十二年ダイヤ改正号では、 運転日に関わらず、VSE 車が使用される列車は以下の列車である。また、VSE 車による運用となっているが、運転日により列車の車型が変わることがあると注釈が入っている列車は以下の列車である。2016年3月26日のダイヤ改正からは運用が変更され、平日ダイヤに限りホームウェイの運用を行うようになった。これにより、 江ノ島線にも定期列車で入線するようになった。小田急時刻表2016年内夜改正号では、運転日に関わらず、VSE 車が使用される列車は以下の列車である。車内で注文した飲料は専用のガラスカップで提供されるサービス面においても、VSE 車では他の特急ロマンスカーとは異なるものとした。 通常の特急ロマンスカーではワゴンによる車内販売であるが、VSE 車を使用する箱根特急では、かつて行われていた走る喫茶室と同様のシートサービスを行い、飲料は VSE 車専用のガラスカップによって提供される。サービス名称はロマンスカーカフェと称している。しかし2016年3月26日のダイヤ改正で日中の特急については、 所要時間の大きな変更はないものの現行の箱根特急30分ヘッドと小田原特急60分ヘッドを組み合わせた体制から両社混合による20分ヘッドに変わりこのダイヤ体制では VSE 社のみ特化したサービスを提供することが難しくなったそのためシートサービスは多形式と同じワゴンサービスに変更され姿を消したまた これと同時にカフェカウンターの営業も中止され、現在は車半基地としてのみ使用されている。VSE 車1000人の運転手と車掌は、車内で実施される筆記試験と面接試験に合格したものが選抜され、外部講師によりホスピタリーマインド教育を受けた上で VSE 車に乗務する。制服についても VSE 社専用のものを用意したが、これは、 車両外説の節で述べたように、狭い運転室の中でも動きやすくするためベストを採用したほか、乗務員の頭上空間を確保するために、帽子の気象を外すことで3センチメートルほどの余裕を確保した。車内のシートサービスを担当するロマンスカーアテンダントにも VSE 車専用の制服が用意され、スカーフは季節に応じて5種類の色が用意された。 第一編成は2004年11月23日に小田急線に入線したが、この時は車体全体が保護シールで覆われた状態で公衆輸送されていた。同年11月29日には王の工場でお披露目式が行われた。関係者以外に VSE 社の外観が公開されたのはこの時が初めてである。同年12月24日から試運転が開始され、 定期運用では入選しない、江ノ島線や多摩線でも、試運転が行われた。2005年2月6日には、第2編成が入選した。2005年3月19日より運用を開始し、平日5往復、と休日6往復の固定運用に投入された。2006年には、鉄道ともの会より、第49回ブルーリボン賞を授与された。2007年1月1日には、 ニューイヤーエクスプレスに運用され、営業運行では初めて、江ノ島線にも入線した。2007年3月18日から、特急ロマンスカーは、車内全面禁煙とすることとなり、喫煙コーナーは使用停止となり、その後は、パンフレットスペースとして使用されている。また、2008年3月には3号車に、自動体外式所再動機が設置された。2010年1月中旬により、 LSE 社と筆跡社は部品の一部に不具合が見つかったことを理由として全面的に運用から離脱していた。その最中の同年1月20日には本来 LSE 社、筆跡社で運行されるホームウェイ75号に使用され、これは営業運行では初の多摩線入線となった。同年9月には5万20が日本車両で DATSP 設置改造が行われ、 2011年1月には5万1重も日本車両で同様の改造が行われた。なお、小田急電鉄は、ロマンスカーの車内販売を2021年3月のダイヤ改正をもって廃止することを発表しており、本形式を含めたカウンター等の処遇が注目される。ありがとうございます。